ああ、大丈夫。はい。じゃあ、第2回ということで、MPI の基礎の、講義を始めたいと思います。で、まあ、前回、言いましたように5回分ありまして、2回目に今回は、相当するんですが、まあ、並列処理の基礎も絡めて、まあ、分散メモリー環境で、最も並列化するときに使われる、まあ、MPI というものの、まあ、使い方等を簡単にここで紹介したいと思います。次回がOpenMP といいまして、こちらの方がどちらかというと最初に学ばれる方は、使って、まあ、並列化するというのがしやすいもので、まあ、共有メモリ型の、まあ、コンピューターの並列化に向くものでして、まあ、こちらの方も、引き続いて、まあ、勉強できる形になっております。であと教科書ですが、前回言いましたように、この MPI については、この、スパコンプログラミング入門という、ものが出ていまして、サンプルプログラム等ありますので、まあ、こちらを利用していただくと、まあ、前回の、最初 の, 高性能化の、サンプルプログラムも実は入、まあ、使えるものが入っているんですが、こちらの MPI についても、まあ、使えるものが入っていますので、ご興味ある方は、こちらの教科書等を、見ていただくことを、まず最初にですね、まあ、MPI を使って並列化なんですが、まあ、そもそも並列プログラミングはどういうものかということを、まあ、学んだ上で、MPI の並列化を、まあ、する話を、したいと思いますが、まあ、皆さん並列プログラムに、まあ興味があって、この授業等を、まあ、受けていると思いますけども、まあ、一番の目的はですね、まあ、プログラム、まあ、早くしたいと。逐次の実行のプログラムが、まあ、例えば t 秒とするときに、まあ、p 台の並列計算機を使って、t バル p の時間にしたいというのが、まあ、まあ、一番の目的だと思います。で、こういうのは、まあ、当然ながら、まあ、パソコンでも p 台つなげて、使うんですから、速くなるのは当然だと思いがちなんですが、これ実際やってみると非常にまあ難しいわけですね。で、何が難しいかというと、非常に簡単にできる並列化のまあ、プログラムもあるわけですね。まあ、例えばある、まあ、パラメータを与えて何か1個、結果が出るものに対してそれが100個のパラメータを同時に計算できるものでしたら非常に簡単に、まあ、原理的にですね並列化できるんですが、1つのプログラムの中を逐一この並列化していくとなると、まあ、そう簡単にはいかないと。で、世の中の処理はそういうものも多いわけで、その時に、まあ、簡単に p 分の1の速さにならない。で、具体的にはどういうところが問題かというと、これはもうアルゴリズムで絶対に並列化できない部分というのがあると。まあ、考えてもらっても分かると思いますけど、なんか、逐次的に、まあ、足し込む。足し込むでも本来は数学的に交換則というのを使って、順番を入れ替えてよければ、まあ、並列化できるんですけど、そうじゃない状況においてはもうこれ絶対並列化できませんから、そういうところが入っていると、まあ、並列化できないということになります。であとですね、並列化するときには、分散メモリの状況だと、まあ、具体的に違う、まあ、メモリのある計算機、まあ、ノードと呼んでいるところにデータを送るわけですから、データを送る時間というのはまあ絶対かかってくるわけです。で、データを送る時間は、大きく分けて、まあ、2つの時間で表されることがあるんですが、まあ、通信の立ち上がりといって、実際データを送らない、0バイトのデータを送るような状況においても、何らかの、まあ、ハードウェア、ソフトウェア的な時間がかかる。で、それがまあ非常に、まあ、ほとんど時間を占める場合と、まあ、あとは、送るデータに比例した時間がかかるわけで、こういう時間が入ってくるので、やっぱり簡単には、早くならないということが分かると思います。で、あとですね、まあ、言葉として、まあ、並列と並行って言葉がありますので、ここで簡単に紹介しておきますと、まあ、並列という言葉は、今、まあ、まさに使っているわけですけども、これはまあ、物理的に、まあ、独立して並列に行われるような処理形態のことを並列処理と、まあ、呼んで、ここでこういう処理を対象にしています。で、一方ですね、並行って言葉があって、これは見た目は、並列になっているんですけど、物理的にはまあ、逐次に、まあ、処理されているのが、まあ、非常に早い時間で切り替わって、同時に並行、まあ、並行して処理がされると。いう、処理形態もあって、まあ、これは見た目は一緒なんですけど、まあ、切り分けて、使われていることが、まあ、多いですので、まあ、ちょっと注意していただけるといいと思います。
昔はですね、並列計算機ってあまりなかったものですから、並列、こういう同時に資源を使って並列にやるというよりかは、1個の CPU で、処理を切り分けて、まあ、並列に、処理をできるような、見せるような話があって、この並行って方が実は多かったりするんですけど、今はまあどちらも使うし、むしろ並列の方が今、かなり普通にやっていますので、まあ、こういう違いがあるというところです。ここではもう並列を対象にしていると。で、まあ、こういう話をすると、最初によく出てくるのが、並列計算機の分類というものがあります。でこれはハードウェア的に、まあ、分類分けをした話でして、これはマイケル・ジェフリン先生、スタンフォード大で今もいらっしゃると思うんですけども、が行った、計算機内の、分類の方法が出てきて、これ現状ではこれ、全てを、今使ってるわけで、皆さんが使うわけじゃないんですけど、非常によく使われている言葉もあるので、ここで紹介しております。どういうふうに分類分けしたかというとですね、まあ、命令の発行形態というか、命令が1個の命令が、まあ実行されているのか、同時に複数の命令が、実行されているのかと、あと実際に計算されるデータの流れが1つなのか複数のかなのかの組み合わせの4通りで分類したというもので、まあ、非常に本質的な分類を示されたのがこのフリンの分類というやつです。で、ですね、今いろいろこれ組み合わせあるんですが、ここで対象するのがこの SIMD というやつで、これは皆さんよく聞いたことあると思いますけども、この考え方は非常に並列化では重要になります。でどういうことかって、単一命令複数データ流ってありますように、命令は1つなんですけども、データの流れが複数あるような考え方、そういうような仕組みで並列化されているということなんですが、これはハードウェアの作りだけではなくて、プログラムの作り、プログラミングにおいてもこの SIMD って考え方が理解できないと、プログラムできないというのが、基本的なところになります。特に MPI ではこの考え方がない、分かってないと並列化できないので、これを習得しても、こういう考え方を習得してもらうというのが一番重要なことになります。であとですね、並列計算機自体も、分類がいろいろあるんですが、先ほどこの、導入のところにも分散とか並列とか言ってますけど、ここで、一旦まとめますと、並列計算機の分類をメモリーですね、メモリーによって分けるっていう、分けて呼ぶというやり方、呼び方が、よく使われます。で最初に出てくるのは共有メモリ型ってやつで、これはP って書いてあるのが CPU のことだと思ってもらうと、1個の大きなメモリがあって、この複数の CPU から1つのメモリが触れると、同時に触れるという、形態のものを、共有メモリ型と。おそらく皆さん初めて並列化するとか並列プログラムに携わる場合はこういうモデルは普通だと思うんです思いますけど、これは共有メモリ型というやつ で特にですね、各 CPU からメモリのアクセス時間が同じ時間でアクセスできるようなハードウェアの仕組みの、CPU を SMP 型と、シンメトリックマルチプロセッサーと呼んでいます。で最近ですね、実はシンメトリックマルチプロセッサーというのはあまりなくなってきて、後から示す各 CPU でメモリに触る時間が、違うような形態が主流、これ作り方といってその方が作りやすいから進んだんですけど、ちょっと前まではこの SMP っていうのが共有メモリ型の並列計算機として世の中にいっぱい出回っています。いずれにしろこれが皆さん最初に思いつくというか頭に浮かべるメモリの型だ、計算機の構成だと思います。で一方ですね、この、共有メモリ型っていうのはプログラミングもしやすいんですが、ハードウェアも作りにくいっていう欠点があって、これあんまり複数の CPU をつなげられないんですね。物理欠線とか大変になってくる。そうするとどうしても並列数が偏ってしまう、限られてしまうので、もうちょっと大きな並列計算機を作りたいっていう場合に、よく使われるのが分散メモリ型というものです。でこれはもう名前の通りですね、各 CPU にメモリがもう 分散されて、ついていると。で当然つながってなきゃいけないんで、何らかの通信もつながっているんですが、要は他の、CPU の中のメモリの中身っていうのは直接は分からなくて、メッセージを送り合うことによって、協調的に中身を知り合うと。でそれで並列処理をするという、方の、計算機があって、これメッセージパッシングという、スタイルで並列化をするものがあります。
現在、大規模な、並列計算機は、全て分散メモリ型になっているので、このような形の計算機は特にスパコンでは普通ですから、こういうのを触って、プログラミングしないといけない状況にはなっています。であと一方ですね、分散メモリ型の計算機っていうのはメッセージパッシングをもう自分でしないといけないんで大変だってことで、実はソフトウェアもしくは、ソフトウェアで、もしくはハードウェアで共有メモリ型のように見せてしまうという仕組みもあって、これは分散共有メモリ型というものも一部ありまして、これは結構10年ぐらい前は結構研究されたんですけども、特にソフトウェアであるソフトウェア DSM っていうのが研究されていたんですけども、性能が出ないということで今あまり研究されてはいないんですけども、今事例は情報工学とか情報科学の世界ではこういうメモリ構成分散されてるんだけど、実際は、論理的には、共有のように見せるという、ものも、あります。で、ちょっと最初に言いました、共有メモリ型の計算機なんですが、メモリのアクセス時間が、CPU によって、違うというような作りの計算機今ありまして、これは共有非対称メモリ型 CCNUMA と言われるものでして、これは実際プログラミングによって、どのメモリにデータを置くのかというのを制御できる場合もありまして、制御しないとそれはOS とか勝手にやるんですが、そういう場合は分散されたメモリ上のアクセスによっては性能が落ちるというような仕組みの、計算機も、世の中には、実際あります。というような形で、重要なところは分散か並列かというのはある程度分かった上で、並列計算をするというのが、実際上は重要になります。であとですね、これ最初に皆さんおそらく結構、混同するところなんですけど、 MPI はじゃあどういう計算機を対象にしているのかというと、名前が MPI というのは実はメッセージパッシングインターフェースなので、明らかにメッセージパッシング型というのがあったように分散メモリ型を想定したものだというのは、名前からしても分かると思います。ただしですね、誤解があるのはここで、共有メモリ型計算機の上でも MPI は動くわけですね。でなぜかっていうと、共有メモリの中でも、プロセス間通信とかができるため、要はプロセス内もプロセス外も、区別することなく、メッセージインターフェース、MPI を使うと並列化ができるということで、こういう使い方をする。共有メモリなんだけど、あえて MPI で使うという使い方も今されていますから、注意して。で先ほど SIMD 型実証重要だ考え方だよって言いましたけども、 MPI を用いたプログラミングモデルっていうのは基本的に SIMD になりまして、こういう意味でこの考え方を知らないと並列化が難しいと言えます。で理由はまた後から話しますけど、 MPI には基本的にはプログラムが一つしかなくて、ですが、処理するデータ、ここでは配列になることが多いんですけど、これは複数あるため、動き方がSIMDになるということに起因するということです。で、そういうことの話で、MPI を、するときはSIMDでするんですけども、複雑な、実際用のプログラミングっていうのは、その先ほどフリンの分離で出てきた MIMD というやつで、命令も複数あってデータ流れも複数あるものになるんですが、こういう状況だと人間というのはプログラムはできないので、やはりアルゴリズムを考えること自体、SIMD が基本で作っていかないといけないというのも、SIMD が大切になっているという話ですね。で、ここにデータってありますけど、概念的には、命令が1回ある、例えば足し算とかあって、足し込む1足す2とかいうデータが同時になんか複数入ってくるわけですね。で足して結果も、複数出てくるみたいな、こういうような考え方で、プログラムをするということになります。で、だんだん分かってくると、MPI が分かってくると分かるんですが、対応的にデータというのは先ほど言ったように配列になって、命令というのは、プログラムが1個である都合上ループとかそういうような場所に相当するということが、対応付けられます。であとですね、並列プログラミングのモデルとして、ざっくり分けて2つの形態があって、1つの、形態としては SPMD という形態があって、シングルプログラムマルチプルデータというやつ
で、まあ、一つの共通プログラムが並列処理開始時に全プロセッサー上で、まあ、起動するようなモデルです。でこれがですね、MPI のバージョン1というもののモデルになっていて、まあ、ここでまあ説明するスタイルです。なので、まあ、プログラムは MPI で基本的には一つであるというのが、ここの話になります。で、実は MPI のバージョンが上がっていくと、2とかになってくると、こういうモデルではなくなるんですが、いきなりそういうあの複雑なモデルではプログラムできないので、まあこの SPMD モデルでプログラムができるというのが、並列化する際の、まあ、最初に習得する考え方になります。で一方ですね、SPMD は見た通りすごい制約のある、スタイルですから、世の中の処理が全部これで書けるかっていうと、当然書けない処理っていっぱいあるわけですね。でその時に、より汎用的な、形態がないと困るわけで、まあ、そこで出てくるのがマスターワーカーモデルというやつです。でこれはどういうことかっていうと、まあ、マスターっていうのが一つあって、これが複数のプロセスを、まあ、生成させたり証明させたりすることで強調して並列処理をするスタイル。なのでこれは非常に汎用性が高くて、当然マスターワーカーモデルで SPMD モデルも作れるわけでして、実際の MPI の実装はこの、まあ、当然マスターワーカーで実際作られているんですけど、ユーザーから見ると、まあ、マスターワーカー的に使うのではなくて SPMD の枠組みでプログラムするということで、まあ、バージョン1のモデルがこれになっているというふうになります。一応用語としてはこの2つぐらい知っておくと、実は並列処理の、まあ、導入としてはまあ大体大丈夫かと思います。であとですね、よく出てくる言葉で、これも何気なく、よく使って、もうこの講義でもやってるんですけど、まあ、中身をちゃんと確認するために、ちゃんと、説明しますと、マルチプロセスという言葉とマルチスレッドという言葉があります。で具体的にマルチプロセスのものは何かっていうと、まあ、今から、まあ、学ぶ MPI とかですね、まあ、例えばあと HPF っていう、まあ、ものがあります。これは何かっていうとハイパフォーマンスフォートランなんですが、これは、まあまあ、自動並列化のフォートランコンパイラーの、まあ、一種のようなものなんですけども、ユーザーが、まあ、データの分散方法を明示的に書いた上で、まあ、並列化してくれるものです。でこれが生成するプログラムっていうのはマルチプロセスになると。でマルチスレッドなものとして挙げられるのが P スレッドとか、まあ、ソライスレッドとか NT スレッド、Java とか、あと、まあ、次回学ぶ OpenMP とかあります。でこれはどう分けてるかなんですが、これはプロセスとスレッドの違いなんですが、これはメモリを意識するかどうかの違いで、別のメモリの、まあ、概念で、あるのがマルチプロセスになります。で同一メモリがスレッドになりますので、まあ、そういうことから別メモリで扱うので分散メモリになって MPI が適合するというのが、まあ、分かると思います。でここで注意はですね、マルチプロセスとマルチスレッドっていうのは、まあ、論理的な考え方でハードウェアの考え方ではないので、当然ハードウェアとは別の、まあ、意味なので、まあ、いろいろ、まあ、使い分けられる。だから分散、あ、違う、共有メモリマシンの上でマルチプロセスの MPI が動くっていうのは理論的な考え方だから、まあ、動くっていうのも分かるんですけども、まあ、双方の組み合わせでも、まあ、動くわけですね。何を言ってるかというと、マルチプロセスとマルチスレッドは、共存可能で、まあ、プログラム自体は MPI で書くと、まあ、別メモリになっていて、そのメモリの中の、共通に使える並列処理を OpenMP で使うということができるわけですね。そうするとこれはマルチプロセスとマルチスレッドを融合させたプログラミング形態で、まあ、ハイブリッド MPI OpenMP 実行という今、よく行われている並列処理の、まあ、形態になります。でこの講義でも、まあ3、まあ、次の次ぐらいから話しますけど、そういう形態があるということをまずここでは、まあ、覚えておくといいです。であとですね、言葉として、まあ、似たような言葉なんですけど、データ並列っていう言葉が、まあ、出てくることがあります。でデータ並列っていうのは、これはまあデータを分割することで並列化、まあ、するような考え方で、データの操作、演算は同一であるような、まあ、プログラ処理体系に。でこれよく出てくるんですけど、行列席をまずすると、まあ、したときに、まあ、このような、まあ、3×3 の行列を、まあ、手書きですると、こういう式になるんですけども、それをですね、まあ、データを分けると。まあ、この行列は、例えば 3CPU であるときに3つの、CPU に分けて、CPU0 はこの1行目、1は2行目って分ける。で、こちらの方は、まあ、全 CPU で共通するような分け方をすると、この、まあ、囲った計算の式自体が並列で、まあ、できるわけですね。
なので、まあ、データは、違うんだけども、まあ、操作、こういう操作は、まあ、同一な、計算で並列処理ができて、まあ、これは SIMD と同じようなことを言ってるんですが、まあ、こういう形態で並列処理をすることもできますという一例です。で当然これもですね、データ並列もですね、まあ、こういう規則的なものはいいんですが、世の中の処理全部こういう形で書けるわけではないので、もっと汎用な、処理形態がないと困るわけですけど、まあ、そこで出てくるのがタスク並列というやつで、まあ、タスクで分割して並列化するという考え方の、まあ、処理体系です。で当然あのデータの操作である、まあ、タスクっていうのは、まあ、あの演算になったりするんですけど、それは、まあ、タスク間で異なってもいいと。でこれはあまり計算の例ではないんですが、まあ、例えばカレーを作るという処理があったときに、まあ、仕事1は野菜を切って、仕事2は肉を切って、仕事3は水を沸騰させて、まあ、仕事4は、まあ、野菜肉を入れ込んで煮込んで、カレールーを入れるということをすると、まあ、こういう仕事間には当然依存という、同時にであの実行できないものがあります。まあ、例えばこの切ること自体が、まあ場所があれば並列化できる、並列にできるんで、まあ、ここは並列にするとするんまあ、しますと、まあ、ただ切らないと煮込めないので、ここにはまあ依存関係があると。なのでまず並列化としては、この仕事1、2、3を同時にやった後、その後まあ仕事4を入れて煮込んでルーを入れるというような処理形態なんですが、こういうようなタスクのまあ処理グラフを書いて並列化をするという方法もよく使われています。まあ、非常に汎用な方法で、まあ、いろんなまあシステム、あの計算機システムでまあ使われている形態になります。でまあ、いろいろありましたけど、まあ、こういうような、言葉と、まあ、意味がありますが、MPI は何かということに言いますと、これはあの、メッセージパッシング用のライブラリの規格の一つであります。で、これは、まあモデルとも言ってもいいんですが、まあ、これは特定のコンパイラとか特定のソフトウェアライブラリとかを指す言葉ではなくて、あくまでも、まあ、インターフェースなので規格を指す言葉です。でまあ、目的は、最初から言ってます、あの今説明しましたが、分散メモリ型並列計算機に向く、ものになっていると。で大規模計算が可能であって、まあ、あのいっぱい計算機を使うとですね、あの、まあ、処理を速くすることのほかにメモリ量もその使った分だけ大きくすることができますから、非常に大きい処理っていうのがまあできるわけですね。でもしくはあの IO に関しても、まあ、同時に、まあ、IOですね、ファイル操作とかできますから、大きなファイルサイズとかも扱えるような、そういう意味で大規模計算ができるようになると。で、プロセッサーダイスの多いシステムで当然動くようなものになっているので、MPI はそれに向いていると。あと、移植が容易っていうのがあって、これあの MPI っていうのはあの規格が決まってますから、あのまあ、スパコンのメーカーいろいろありますけども、そういうメーカーが、まあ、MPI をまあサポートしてくれると、一回プログラムを MPI で書いたら変更せずにいろんな環境で動くということがまあできます。そういう意味であの移植が容易ということになっていて、まあここでいうあのアプリケーションプログラミングインターフェースですね、あの、まあ、こういうインターフェースが標準化されているというメリットがあると。でこれはあの結構あの、まあ、私も前で昔から並列プログラミングをやっている人は結構すごいことで、昔はあの各社、並列の、まあ、通信ライブラリというのはあのまあ、バラバラだったんですね。富士通とか NEC とか日立とかあったんですけど、それらが、個別の、並列の、インターフェース、あの通信ライブラリを持ったときは本当にあのスパコンが変わるごとに書き直したりしてたんですけど、今は、まあ、そういう必要はなくなって、これが標準化になっているので、やはりそういう意味でも今 MPI を勉強しておくと、プログラムを改変せずにいろんなスーパーコンピューターに、まあ、移れるというメリットがある。あとスケーラビリティ、性能がいいって特徴があって、これは何かっていうと、まずスケーラビリティっていうのはあの、まあ、要はあの、まあ、2並列以上で作っておけば原理上は1万並列でも、まあ、100万並列でも動くということですね。でそれに伴ってあと性能も、まあ、うまくいくと伸びていくということです。でこれはですね、まあ、ユーザーが、非常に、まあ、工夫して書く場合はそういうプログラムができるんですけども、スケーラビリティがいいプログラムができるんですけど、当然これユーザーによりましてあまりあの洗練されていない書き方をすると、当然2並列になった瞬間に1並列、要は逐次よりも遅いということはあります。なので、まあ、その辺はあの最適化能力というのはある程度、自分で勉強した上で使わないといけない。あとですね、実際並列化すると、通信だけじゃなくてそれに伴っていろんなあの、まあ、プログラムのし直しが生じますから、若干そこの辺がプログラムが難しいと言われる、ことになります。まあ、ただしですね、典型的な処理
まあ、数値計算において典型的な処理をやること決まっていますから、それさえ習得すると、まあ、そんなに苦労なくできるというのが私の印象で、まあ、そんなに敷居が難しい高いから やらないということでもないなというのは、まあ、勉強していくと、まあ、分かると思います。で、MPI の経緯なんですが、これはあのそんなに昔から、まあ、定められたものじゃなくて、まあ、1994年頃に制定されたというもののようです。で、それで、まあ、いろいろ、まあ、あのバージョンが上がっていて、まあ、97年頃に 2.0 というものが、出ている。実は 3.0、4.0、まあ、3.0 も今あって 4.0 まで進んでいるんですけども、というかね、未だに、まあ、使用策定はされている。で、MPI が流行った、理由は、参照実装といって、とりあえずあの、まあ、あの米国アルゴンの国立研究所とミシシッピ州立大学で、まあ、参照の実装したというところで、まあ、広がっていったと言われている。で、ちなみにここでは MPI1 しか話しませんが、MPI2 というのは、どんなものかというとですね、まあ、いろいろ、まあ、仕様があって、まあ、といろいろあるんですけども、まあ、並列 IO とか、C++、フォートランのインターフェースが増えたりとか、まあ、あと、まあ、動的プロセス生成、消滅ができるような機能があるので、これ実は、まあ、スターワーカーに近いような、起動もできるようにはなっています。まあ、ただし、これはいきなり、皆さんやるんではなくて、とりあえず MPI-1 が分かった上で、2に積む方がいいというところです。まあ、実際、今、スパコンでは、MPI-2 というのは大体使えるようになっているんですけども、まあ、興味ある人はこの辺も、引き続いて勉強しています。でちなみにですね、今、3.0 っていうのがだんだんあの実装されていて、これがスパコンの上で、乗ってあの来るというところで、まあ、我々も注目しているんですが、まあ、いろいろこれもあるんですけど、おそらく皆さん、今 MPI を使っている人たちも、3.0 になって何が嬉しいのかというところで、まあ、最も関係するのは実はノンブロッキング集団通信というのがサポートされます。でこれ後から説明しますけど、集団通信関数の中でオールデュースとか、まあ、いろいろあるんですけど、そういうものっていうのはあの非同期ではないんですね。みんなが一斉にこのオールデュース呼ばないと、そこで処理がまあ進まない形になるんですが、3.0 から I オールデュースみたいなのが用意されて、非同期で発行できるようになる。ですので、多くのアプリケーションソフトウェアは自分でまあ細かくセンドレシーブとかで使って書くのではなくて、この I リデュースを使うことによって、同期点が少ないプログラムがまあできるというのがまあまあおすすめなところです。使用上はそうなんですけど、本当にそういう性能が出るのかっていうのはまた別の話で、まあ、実際はアプリケーションにも依存しますし、その MPI のライブラリの実装にも依存するので、やってみないと当然わからないところなんですけど、おそらく皆さんこれを使う、3.0 になるとこういう機能を使っていくんだろうという話になる。で一方あの、まあ、片方向通信とか、フォートラン2008の対応なども増えていますので、まあ、興味ある方はこれ使用、ドキュメント、公開されているので見ると、どんな機能が入ったのかというのが分かるようになっています。で今それで 4.0 をまあ作っているようなんですが、これはだから作っている最中で、まあ、最終的に決まったかどうかはちょっと分からないところはどうなるか分からないんですが、まあ、一応あのホームページには公開あの、使用策定の、なんか状況が公開されていて、それを見るとですね、まあ検討されている機能として、こんなものが上がっています。まず一つはハイブリッドプログラミングへの対応。これは先ほど言った MPI と OpenMP とを合わせたような、まあ、あと、まあ、今、さらに考えないといけない GPU みたいなものですけど、それの、対応という機能が考えられているのと、あと対故障性というのも、まあ、考慮されている。でこれは何かというと、まあ、後から話しますけど、MPI というのは原則ですね、1個でもまあ、ノード、CPU が死んでしまうと、そこで、処理が止まってしまうんです。そうすると非常に困るので、少なくとも壊れた、ことが分かったら、それをユーザーに通じて、まあ、引き続いて、処理を続行するような仕様を作ってやって、まあ、壊れた、時に対応するような機能が欲しいというのがありまして、それも検討されているようです。であとは、まあ、いくつかの機能で、まあ、いろいろあるんですけども、一つアクティブメッセージっていうなんかメッセージ通信のプロトコルがあって、これをまあ機能に入れ込んでいくと、まあ通信、計算と通信のオーバーラップができるような、プロトコルがあって、より通信がまああの、まあ、見えなくなるというか、速くなるという仕組みも検討されています。これも詳しくはこのページでいろいろ公開されているので、見ると書いてありますので、興味ある方は、まあ、経過をまあご覧いただくといいと思います。で戻りますとですね、MPI ですが、これはあくまで仕様なんで、実際いろんな実装がありますと。
で最も、皆さんひょっとすると一番使われている可能性が高いのが MPRCH、これ MPitch と呼ぶ実装がありまして、これはフリーソフトウェアになっているものですね。米国アルゴの国立大学等で、開発されたもので、フリーソフトなんで、PC をつなげて PC クラスターに、無料でいられる都合上、多分一番有名っていうか最初に使っている、ものとして、あります。で、あとちなみにスーパーコンピューターを使う場合は提供しているベンダーが独自に何らかのサポートしているんで、その会社の MPI とかを使う。ベースは実はフリーである MPI を使っていることはあるんですが、性能的にそれじゃ不十分になりますので、提供のスーパーコンピューターを提供するベンダーの MPI を使う、特に意識せずに使っていることにはなります。で、それ以外にも LAM とか、OpenMPI とかいうのもあって、大学、これ今理研に移られた石川先生が東大に作られて今はどうなっているか分かりませんが、ヤンピーというのもあったりして、いくつか実装があるのも事実ですので、そういうものを見てもらうというのも一つあります。で、MPI なんですが、MPI の通信じゃあどうやってやるのかということですけど、考え方はこれはネットワークの事業とかでもよく出てくると思いますけど、通信ですから、郵送、郵便物の郵送と同じような概念があればデータを送り合うことができると言います。で、郵送に必要な情報って何があるかっていうと、当然ながら自分の住所が書いてないといろいろ困るわけですよ。当然送り先がないと困るっていうのは、これは分かりますよね。で、中に入っているものは地面の中や封筒の中に入っているので特に書く必要はないんですけども、これは後から言うようにデータと対応するために書いてある。で、中に入っているものは分類ですね。これは書類であるとか書籍であるとか、値段にも影響しますけど、そういう概念があると。あと量ですね。重さで課金体系が違う。あとタグっていうのもあって、これは引っ越しとかで段ボールをすごいいっぱい同じところに送る場合は中身を識別するためにタグをつけますと。このぐらいの考え方で物は送れるわけですが、計算機の中でデータを送る場合もだいたいこんな形での情報があれば送れるというふうになっています。で、住所に当たるのは認識 ID ですね。自分の ID が分かってないといろいろ区別できませんから、最低限それは必要で、当然送り先の ID も必要になります。で、計算機の中ではデータを送るんで、多くの場合配列とかになりますから、配列が入っている収納先のアドレスっていうのは引き渡しておく必要がある。あとデータの型、これはインテジャーとかダブルとかそういうものなんですけど、そういう型も、指定しておく必要がある。あとデータの量、これは配列の個数ですね。5個ある配列だったら5とか、そういう情報も当然必要です。あとタグ番号等もあって、このぐらいの情報を書いてあると、データが送り合えるということになって、で、実際これ MPI もこういうような指定するインターフェースが決まっているということになります。で、あとは、どういう機能があって、その、機能の関数というのがいろいろ MPI で用意されているんですが、これは結構ありまして、200とかいろいろ細かく言うと数百種類あると。でもそれを使ってみんな使って、プログラミングするわけじゃなくて、最低限知っておかないといけないのは、このぐらい知っておけば実はできる、並列処理ができるような、ものになっています。で、ちょっと個別にはちょっとまだ説明して、きますが、システム関数っていうのはこれは起動とかですね、終了っていうのは書かないといけない関数である。あとデータを送るときにブロッキング型とノンブロッキング型ってあるんですが、ざっと言うとブロッキング型っていうのは相手型が呼ばれるまではそこの場所で止まっているような、通信パターンのもの。あとノンブロッキングはそうじゃなくて、送る場合でも相手が受け取ったかどうかは別にしてどんどん処理を進めてしまう、もの。あとは、一体全っていう通信のもので、VCast ってあるんですけど、同じメッセージを全体に渡すもの。あと、集団通信関数、さっき出てきましたけども、複数の、MPI のプロセスが協調して何かやる処理というものが、使えれば大体。あと、時間計測ってあるのは、速度を気にしているので、対応箇所の時間が測れないと結局何がやってるかわからないので、時間計測関数っていうのもある程度使ってみたら、これぐらい知っていれば実はプログラムができるということになります。
であと MPI の世界ではあのなんかコミュニケーターと呼ばれるなんかものがあってこれが、まあ、よくあの字面で出てきます。なのでこれも、まあ、概念的なものを知っておかないとよくわからないので説明しますと、この MPI コムワールドっていうものがよく出てくるんですが、これはあのコミュニケーターと呼ばれる、まあ、概念を保存する変数みたいなものです。でコミュニケーターはあの操作を行う対象の MPI のプロセッサー群、プロセッサーというかプロセス群を定めたものです。で初期状態はあの、まあ MPI のプロセス全体が NUM プロックスという、まあ、数だとすると0から NUM プロックス1番までの、まあ、プロセスが1つのコミュニケーターに割り当てられる状態になります。でこれはまあ宣言せずに、この、名前は予約されているものなので特に宣言せずにも、こういうふうになるんですけども、この名前がこの MPI コムワールドなので、まあ、MPI のプログラムではよく出てくるということになります。で、もうちょっとこの上級の使い方になるとこのコミュニケーター自体を分割して、同じような MPI の通信をしたい場合が、まあ、出てくるんですがその時に、まあ、覚えておいた方がいい関数として MPI コムスプリットというものがあります。でこれでは紹介しませんがこれを使って、MPI の、プロセスを、まあ、複数にあの分割することができます。まあ、例えばこう 3×3 の9の MPI のプロセスがあるときにこの横の1行をまあ同じ MPI コムワールドみたいな世界に分けて、かつこの世界間この分けた中で放送処理をしたいということがありますけど MPI ではプログラムは1個なんでこれを複数書くことがまあ原則できないんですね。そのときにこのコミュニケーターを分割して MPI Bcast って書くとそれは同時にこのブロードキャストがこの3つの、コミュニケーター内で行われる、それが一文で書けますから、そういう使い方で使うことができます。なので、まあ、こういうものも出てくることがあるので、場合によってはちょっと調べてみて使うということも、必要になります。はい、まあ、ざっくり MPI についての入り口の部分を話しましたが、MPI に入る前にですね、性能評価の指標、特に並列化するときの性能評価の指標がありまして、そこを簡単に紹介しようと思います。で、並列の世界では、性能評価の指標って実は1個の指標しか、まあ、ないと言ってもいいんですね。で、これは非常に簡単な指標で、台数効果ってやつで、逐次のプログラムに対してどれだけ速くなったかという指標です。で、ここに SP ってあるんですけど、これはTES を逐次の実行時間として TP を P 台での実行時間とすると、まあ、TSRTP ですね。これはすなわち10台使って10倍速くなれば台数効果10という、まあ、そういうものでしてこれで測ればまあいいです。で当然ながら P 台使って SP コール P さっき言った10台使って10倍になるときは、まあ、理想的な速度向上というこれもまあいいと思うんですが実は面白いことに10台使って20倍速くなるケースがあったりします。でこのことをスーパーリニアスピードアップといって、実際いくつかこういう事態は観測されます。でこれはいろんな理由があるんですが、そもそもなんでこんなスーパーリニアスピードアップが起こるかってことなんですけど、まあ、一番考えられる理由は、並列化することによって、まあ、一つの問題サイズをどんどん分割していくんですけど、データが小さくなって、データが小さくなるとデータのアクセスの範囲が小さくなって、キャッシュに乗るようになる。でキャッシュに乗るようになるとすごい効率が良くなって、逐次の時に対して、当然効率が良くなりますから、スピードアップの率も上がってくるという意味でスーパーリニアスピードアップが起きるというのが、まあ、よく起こることです。まあ、それとは違った場合に、まあ、探索の場合もあったりするんですけど並列化するとより早く下位にたどり着いてしまう場合はスーパーリニアスピードアップが、まあ、たまたまでも起きることがあります。まあ、いずれにしろですね、この台数評価の指標で、使った台数、MPI のプロセス数以上に速くなることをスーパーリニアスピードアップと呼びます。であとですね、まあ似たような、話なんですけど、台数効果と、まあ比例、まあ、共に使われる指標としては、並列化効率っていうのがあって、この EP イコール SP 割る P かける100で、今示されるものが、まあ、パーセントですけど、あります。まあ、要は10台使って10倍速になるんだったら効率 100% で10台使って5倍しか速くならないと 50% ですね。なので、まあ、これは台数効果によらず、まあ、効率を示すことができるという意味で、使われていることがあります。
あとですね、この性能消化、台数効果の、形状というか、こういう風になるのかというので、よく出てくる言葉は、横軸を P、これはあの、MPI のプロセス数とすると、で縦軸を台数効果とすると、ずっとこう伸びていけばいいんですけど、どっかで、寝てくるわけですね。これはあの導入部分で説明したように、通信の時間とかが見えてくると、当然あの、速くならなくなっていって、性能が飽和してくると。こういう挙動を取るのは普通なことです。で、ある程度、これ以上速くならない、速さっていうのがあって、これは飽和性能と呼ぶんですけど、こういうような、状況に台数効果はなることがあるので、こういう評価するときに、こういう形態になって不思議なことではないということが言います。であとですね、並列処理を学ぶ上で、これは絶対覚えててほしい法則というのが一つあって、このアムダールの法則というのがあります。で、これは皆さんも聞いたことあるかもしれないですけど、実体験で、出てきて、かなり誤解するところがある例ですので、ここで紹介しておきますと、これはまあ簡単に導入できるんで、見てみますと、逐次実行時間を K とすると。で、そのうちで並列化ができるプログラムのうち並列化できる割合をアルファとすると、これで台数効果を計算すると、K 割る、並列化できる部分と、それ以外の部分で、時間の比をこうかけると思います。で、これで出てくると、並列化できる割合をコールした台数効果、SP というのを求められるんですが、これから分かることは、この式を、P を無限大に持っていくと、要は、MPI のプロセスを最大限投入したときの最大の台数効果というのが出て、これは1割る1引くアルファというものになります。で、これがアムダールの法則というやつですが、これだけ見るとなんか無味乾燥なんですけど、結構これすごい、話で、例えば全体の 90% が並列ができるとしたときにどれぐらい速くなるのかというのを実際入れて計算してみると、こうなるわけで、たかだか10倍なんですね。だから9割ぐらいできるとすごい並列ができると思って全然ダメで、10倍しか速くならないと。で、これは何を意味しているかというと、10台使って10倍だったらいいじゃんと思うかもしれませんが、1万台使おうが100万台使おうが10倍しかならないということですから、非常に制限されていることになります。なので、かなり、並列数の高い、並列計算機において、その速度、並列化の台数効果を達成するためにはどれだけ並列化されていないかというのは逆算もできるんですが、それはかなりの数平和の部分が並列化されていないといけないというのがこの法則から分かることになります。なので、並列化を達成するためには、少しでも、並列化効率を上げるような実装をしないと、原理的には速くならないということもこれから分かりますし、実際こういう実例を上げてみるともっと分かりやすいんです。これ例えば逐次実行の時間を、こんなようなことで考える。で、これは四角が並列化できる、単位の時間だとしましょう。だから並列化できないのが1ブロックあって、8ブロックは並列化ができると 88.8% が並列化可能 で4並列使うと、この並列化できる部分が並列化されてこうなって、大体3倍ぐらい元のものが速くなると、4台使って3倍だから非常にこれは効率がいいわけですね。じゃあいいからってことで、じゃあ8台に上げて実行すると、何も考えないと、じゃあ6倍ぐらい速くなるかなと思うと、実際全然ダメで、この部分しか、並列化できる部分しか速くなりませんから、実際は 4.5 倍しか速くならないということになります。こういうことが実はよく起こっていて、実はスーパーコンピューターとか使うと出てくる話ですね。だから今のスーパーコンピューター FX で16台ぐらいありますから、それを使ってて全然速くなるんじゃないかっていう質問が来たりするんですけど、それはアムダールの法則を分かっていますかって話になるわけですね。ちゃんと、並列化しないと、並列対数が上がってくると、並列化できない部分の時間が多く見えていて、並列処理を阻害するというのがアムダールの法則の典型、話ですから、やはりその、並列化できる部分を分かった上で、必要な資源を、投入するというのが、この法則の言っていることになります。で、実際、じゃあどういうふうにやっていくかと言いますと、多くの特に言うとですね、データ分散の方法が必要になってくるわけで、鍵になる、ことになります。で、この最も多い理由は、複
荷バランスを均等にするということになります。で、これはですね、特に行列計算とかをやると、行列の中身を分散することになるんですが、処理を考えて均等に処理が渡るようにデータを分けないとですね、そもそも並列化しても処理が偏って代数効果が出ないということになります。そればかりか、メモリがですね、足りなくなるということがありますね。FX10 にしても、実際32ギガしか各ノードも持ってませんから、変な分け方して60ギガぐらい必要な、プログラムの書き方しちゃうと動かないって話になりますから、ちゃんと均等に分けた上で、計算も均等に分けないといけないと。でかつ通信も、削減するというようなことが重要になる。でも大元はデータの分け方になると。処理に合ったデータの分け方をするというのが重要です。で、特に行列計算を考えるとですね、分け方っていうのは結構これシステマティックに、情報系の人が作っているので、典型的な方法があるわけですけど、二次元行列を考えると、次元レベルに分ける、一次元の方向に分けるのか、二次元に分けるのかっていう方法が知られています。一方ですね、分け方としてブロックで分けるのか、サイクリックで分けるのか、この組み合わせで、いろいろ分け方があります。で、具体的な例を見ていきますと、これ二次元の行列だと思うと、ブロック分散ってこういう形で分ける方法です。で、これは4並列を倍に、行方向に N 割る、これ N っていうのは 行列のサイズすると、4並列だとこう均等に分けるという方法です。多分これが最初に思いつく分散としては、普通ですね。ただしこれが最適であるかどうかは分かりません。っていうのは、行列の中身を均等に足し込んでいくような処理であれば、この方法っていうのは非常に処理が均等化されていいんですが、世の中そんな簡単な処理じゃなくて、もうちょっと複雑な処理っていうのがあります。で、よく出てくるのがこの LU 分解っていう処理だとすると、この行列 A に対して最初のステップでは全部の領域をこう計算するんですが、次のステップでは1個小さい範囲を計算する。で、次のステップでは2個小さいって感じで、どん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 こう処理を小さい範囲内まで進んでいくような計算の場合は、この分け方してしまうと、この PE3、プロセス3のところにほとんど計算がいってしまうので、負荷が偏ってしまうと。なので、そんな単純な話ではないということですね。で、かつ通信も踏まえると、どうなるかわからないというのがあるんですけど、そういうことです。で、そういう状況でどうしたらいいかっていうと、これは違う分散の方法にして均等化すればよくて、ここで出てくるのがサイクリック分散というやつで、この場合1行ずつ、プロセス0、1、2、3、0、1、2、3と分けていく。そうすると、先ほどの LU 分解の例でも、ほぼ均等に、計算は分けられます。ただし計算は分けられるんですけど、通信のことは言ってなくて、実はこう分けると通信回数が増えちゃったりするんです。そうなると、通信時間が増えていくので、これに対して通信時間の観点ではこっちのサイクリックがいい保証はありません。要はトレードオフの関係があるということになります。そうなるとどうするかというと、今度は M 行単位にサイクリックに分ける。こうすると通信と演算のいいところについて最も速くなるということで、一番汎用的な方法はこのブロックサイクリック分散という方法がなります。で、このブロックサイクリック分散においてこの2行とか、これは一般的にパラメータになるんですけど、これはブロック幅という、これも分散する処理するときの性能のパラメータになる、ようになりますが、いずれにせよこういうような考え方で行列を分散するという方法が知られています。で、これ1次元に分けるやり方なんで、当然2次元に分けるやり方もありまして、これは2次元的に4つに分けるとこうなる。これはブロック、ブロック分散、分解という方法。で、これでも LU 分解とかは、この3番のところはほとんど処理を追ってしまうので、負荷バランスを良くするために1個の要素ずつこう分ける。これサイクリック、サイクリック分散という方法があります。で、当然サイクリック、サイクリック分散をすると、計算は負荷バランス良くなるんですけども、通信が増えるということがあるので、今度は例えば 2×2 のサイズごとに、サイクリック、サイクリック分散をするという方法があって、これが一番汎用的な方法になる。で、注意はですね、この2次元のブロックサイクリック、サイクリック分散っていうのは、数値計算ライブラリのスケーラーパックっていうのの標準のデータ分散になっているので、この方法を知らないとライブラリ使えないんですね、3つ行列になる。なので、
前回言いましたけども、ライブラリ使う場合もこのぐらいの、こういう概念を知っていないと、数値計算ライブラリが使えないということになりますから、このデータ分散は非常に重要になります。あと2次元、3次元になっても、これを2次元か3次元になっても同じような考え方で分散方法というのは決まってくる。じゃあ、ちょっと実際これもうちょっと数値計算っぽい処理に適用して考えていこうということで、ベクトル同士の演算ということで、このような演算です。Z はベクトルで、α はスカラー、XY はベクトルとした、こういう演算をデータ分散して並列化してみようと。これは非常に処理が簡単というところであまり考える余地はないんですけども、例えば Z をブロック分散すると、Z をブロック分散、XY をブロック分散して、さすがに α というのは分散すると、効率悪いしデータが少ないので、これは共有してみんな持っていると。すると、こんな形に分けておけば、実際、全部並列化できるわけですね、この処理みたいな。これはあまり面白くないんですけど、実際こういう、このレベルではこういうように分けて計算するケースというのは、いっぱいあります。でそれをちょっと難しいのに移ると、これは若干面白くなってきて、行列ベクトル積ぐらいになると、今度は計算のやり方とデータ分散が絡んでくるので、ちょっと面白くなります。でちょっと脇道にそれるようなんですが、行列ベクトル積を、計算するときに、前回の連続アクセスっていうのがあったんですけど、連続アクセスするように、演算順序を切り替えて、変えて、計算するやり方が2つ知られていますと。で、これは行方向方式と列方向方式ってやつで、この行方向方式っていうのは手書きのように行列積をやる。C 言語でいうとこのプログラムになるものがあって、これはこのデータアクセスパターンから見て分かりますように、行列横方向連続アクセスするんで、C 言語向きの、アクセスパターンになっている。一方、これ、フォートランでは非連続アクセスなんで、性能悪いんですが、その時これ、行列ベクトル積できないのか、そうではなくて、計算の方法をちょっと変えてですね、今度は、こっちのベクトルの、値をスカラだと思って、その行に、駆け込んでいくような書き方をすると、これは演算順序を変えていく、熟字の結果は一緒になるんですけども、こういう書き方ができる、列方向形式と。なので、言語によってそもそもデータのアクセスパターンがまず違う実装になっているのが普通ですね。でこの上で、どういうふうにデータを分けたら通信が少ないのかを考慮してデータを分散すると。そういう設計をするということが、普通に行われますので、若干面白くなっていく。で具体的には、その行方向分散の場合は、行方向分散で、計算が行方式であって、行方向分散をすると、これは、あとで出てくる MPI ギャザーというのを使うと、同時に並列計算ができるような形で実装できると。で、これをだから列方向分散すると、あまり余分な計算をしないという過程では、結果は最後 MPI リデュースを使うと、どれか一つのプロセスにベクトル全体を集めることができる。こっちの上の方法だと、完全にデータが分散された形で、ベクトルを収納するのが効率が良くて、こっちの方は全体をこう集めるのが効率がいいとか、こういうような、通信と、最終的に得られるデータ分散で、どれがいいかって決まりますから、その使ってるアプリケーションによって、これは、どういう分散したらいいかっていうのを決めるような話になっています。で、これ具体的には、例えば、初行列反復解放の CG 法とか使うと、これ、初行列になったとしても、本質的にはこういう話が関係してきますから、データ分散とその計算パターンで、どういうような、データ分散するのかを決めていくということが、あります。で、これは MPI を使う前の話で、データの設計ですね、並列計算機の設計の段階において、こういうことが、された上で、MPI を実際に書いていくという一例で、ここでは紹介しています。でこういう話はあるわけですが、それ何ていうか例として、どういうふうに、データを設計してから MPI を使うという話を、ざっとしましたけども、ここでは具体的に MPI の関数どんなふうになっているのかを、紹介していきましょう。で、最初に用語なんですが、説明しましたように MPI というのはプロセス間の通信を行うものですと。でプロセス、MPI のプロセスっていうのは、普通、ハイパースレッティング、インテルが提供しているハイパースレッティングっていうのがあるんですけど、これは1
CPU に複数の MPI のプロセスとか、OpenMP のスレッドを割り当てるっていう技術なんですけども、まあ、それを使わなければ、まあ、1対1に CPU と MPI のプロセスが対応する割り当てになります。まあ、ここではそういう状況で想定して、考えます。まあ、概念なんでこれを想定しなくてもいいんですけど、まあ、一応、図がそうなっているので、ここではそういうふうに考えます。で、あとはまあ MPI プロセスと書くのは長いので、これは PE と書くことにしましょう。ただし PE っていうのはプロセッサーエレメントの略で、昔実はこのハードウェア的な言葉で使われて、今あんまり使われていないんですけど、まあちょっと私はこれと一点で、そういうふうに読み替えてください。あとこれはまあ MPI の用語で重要で、MPI の言葉でランクって言葉があるんですが、これランクっていうのは MPI プロセスの認識番号のことです。で、先ほど言いましたように、MPI コムワールドっていうのが全体のコミュニケーターで、まあ、制御してるんですが、通常 MPI は MPI コムランク関数っていうのを呼ぶと、まあ、0から全プロセス引く1の値がこの、得られるような、インターフェースが用意されています。あと世の中全体の MPI プロセスを知るためには MPI コムサイズっていう、関数を使うと、知ることができるというふうになっています。で、これはですね、まあ、ランクの説明をしてるんですが、SPMD の形式で MPI 起動すると同じプログラムが全、まあ、PE に、まあ、こういうふうにコピーされて起動するんですが、ランクっていうのはこの起動されたプログラムごとに、まあ、個別に割り振られるんですね。だから0番、1番、2番、3番とこの場合だと絶対重複しない名前が付けられると。これをまず分かった上で見ていかないと分からなくなるので、確認をしてください。それで、まあ、インターフェース的には C とフォータナ両方あるんですが、まあ、ここでは、まあ、C で説明しようと思うんですけど、違いはですね、まあ、C 言語っていうのは戻り値があるので、整数関数 IERR っていうのが、戻るような書き方で、こういう形で書くというのが普通なんですが、フォータランは戻り値がないんで、最後に、あの戻り値ですね、エラーとかハンドリングする、戻り値を書くというやり方で、関数コールをするという使い方になります。あと注意しなければいけないのはシステム関数、システム用の配列を宣言するときのやり方で、これは後から説明しますが、C 言語とフォートランでまあ若干違うんですけど、C 言語は MPI ステータス型の I ステータスという、まあ、これ任意の名前でいいんですけども、I ステータスっていうのを宣言すると、まあ宣言できるのと、フォートランではこういう形になる。これちょっと注意してください。あとデータの型の指定は原則 MPI アンダーバーにそれぞれの言語で定義される型、文字型だったらチャラとか、イント型イントとかいうのに書けばいいので、そんなに両方の C とフォートランで差はないふうになってますので、これもちょっと確認してください。これを分かった上で C 言語で説明すると、まず基本的な MPI の関数でレシーブですね、データの受信ってのがあって MPI レシーブを書く場合はこのように書きます。でレシーバッハは、受信領域の先頭番地、これだから、配列 A とかを取ったら A のポインターを渡しておくと。で、カウントはその実際送るべき個数。で、データタイプは先ほど示したデータの型。で、I ソースを送りたい、相手側のランク。で、タグはタグで、これは普通は0とか入れとくんですけど、なんか区別したいときは任意のタグの値を入れた、まあ、変数でもいいんですけど、それを書くと。どんなタグでも受信したい場合は MPI にタグと書くということになります。で注意は、タグの番号が違うと受信できずにそこで止まりますから、タグは番号は送った側と受け取る側で同じタグ番号を指定しないで。であと、MPI レシーブの最大の注意は、この I ステータスというのは自分で宣言して引き渡すことがあります。でこれ過去の事例で何回も紹介してますけど、これを書かずに、なんか動いちゃった人っていうのがいて、そうなると結構恐ろしい事態になりました。もうある環境では動くんですけど、違うスパコに持ってくると動かなくなるという事態になって、それがバグだかわからないということになります。実際問題何を送ってるかわからないし危ないですので、絶対忘れてはいけないのは MPI レシーブの最後あの I ステータスっていうのは自分で宣言した配列を引き渡すと。これだからこれを忘れると動いちゃう場合でも何本当に動いてるかわかりませんよっていう事態になりますから、絶対忘れないでください。これあまり書いてないです。本にはさらっと書いてあるんですけど、これで動いてしまうとか恐ろしい状況になったというのは書いてないので、皆さんもう、忘れないでください。まあ、これを書くと、まあ、受け取りはできて、先導は、まあ、お互いこう
総合的になっているので、ここではまあ説明しませんが、さっき言ったように、この i ステータスというのがないのが先導ですね。なので、これをやれば、まあこんなことができると。プロセス1から、プロセス3まで何かメッセージを送ると。注意は、これは送り合ってるんですが、2番と0番は何やってるか分かんないですね。関係しないんですね。なので、1対1通信というやつなんですけど、こういうことができます。まあ、これ非常に基本的な操作。で、まあ、これはいいんですけど、これは同じメッセージを世の中全体に送りたいような、ブロードキャストするときには全部自分で1対1書かないといけないので、めんどくさいという話があって、それを、まあ、避けるために、MPI B キャストという、もう1個のメッセージを全部世の中に送りようと。この1行を変えておけばメッセージが送れますよというものが用意されています。で中身はどうなっているかというと、最初に書くのはデータ、送るべきデータなんですが、これ実はちょっと分からなくなるんですね。MPI の世界、世の中1個しかプログラムないんで、送るべきデータと受け取るべきデータどうやって区別するのという話があると。で答えは共通になっていて、まあ、A って配列をここで引き渡すしかないのね。で、あとはカウントでいくつ送るか、データタイプいいんですけど、この i ルートっていうのを指定して、i ルートっていうのは送信したいメッセージがあるプロセス番号をここで指定するんです。0とすると0の、プロセスの中にあるこのセンドバッファーっていう配列の中身を送りますよ。それ以外のところはそのセンドバッファーっていう配列に受け取りますよというふうになります。なので、この入出力が混在しているから注意してください。まあ、いずれにせよプログラム1個しかないので、こういう仕様を作らざるを得ないというのが、まあ、MPI の、まあ、特徴、ちょっと面白いところです。でこれはですね、まあ、さっきも言いました、フォルトトレラのところを見ましたけど、すべてのプロセスが MPI B キャストを呼ばないと、放送がされません。で、1個でも呼ばない状態になった、プログラムのミス、もしくは実際に壊れちゃったりして呼ばないと、ここでひたすら止まって、もう一生も動かないプログラムになりますから、まあ、全部呼ぶと。全部呼ぶと、メッセージが、まあ、こういうふうに送られると。ユーザーはこれ知る必要なくて、MPI B キャストを呼んで、戻ってきた段階でデータが入っているという状況になります。比較的これもよく使う関数です。であとですね、リダクション演算、これもよく使うんですが、さっき言った集団通信関数っていうものもよく使うんで、簡単に紹介しますと、で注意はこれ2通りあって、オールがついているものとオールがつかないリダクション関数っていうのがあります。でここで MPI Reduce というものを、紹介しますと、MPI Reduce っていうのは、なんか3つ、この前だ3つの MPI のプロセスの結果を、例えばデータの足し込みとかをして、ある1つの、MPI のプロセスに所有させる。これ0番でもいいし、1番でもいいし、2番でもいいんですけど、とりあえず1つの、プロセスに所有させるっていうのが、オールがつかない、この Reduce とかいう、関数で、オールがつくとどうなるかっていうと、最後に1回ブロードキャストが入るんですね。結果、足し込みとかした結果を全てに所有させると。まあ、この違いです。で、これの両方ともよく使う。で中身はこうなっていて、まず最初に、まあ、データを送るべき配列の、先頭番地。で次、受け取る場所。まあ、A で送って B で受け取るでもいいんですけど、そういうのが書いてあるときに、この A と B の、このセンドバッファーとレシーブバッファーは、同じ領域を指してはいけない。内部の実装で、そうなっているので、違う領域を、渡すようにします。でカウントはその、実際操作する、個数。データタイプが良くて、オペレーションが良くて、i ルートというのはこれは、さっきの b キャストと同じようにあって、これは結果を持つ、MPI のプロセスを i ルートで、指定するということになります。で、最後はコミュニケーション。で、これを書くと何が起こるかっていうと、まあ、なんかデータの足し込みとかを、まあ、する場合を考えると、データを渡した後で、IOP で指定された演算、あそこ、これは指定、何か説明してもらう。ですから、まあ、総和を取ったり、積を取ったり、最大最小ですね。まあ、これが総和と最大と最小がよく使いますけど、あと最大と一致最小で、でまあ、こっち特殊ですけど、まあ、こういうものがあります。なので、IOP で指定された処理をやった後で、どれか一つに所有させるというのが、この一文で書けると。まあ、これがまあ便利なところですね。もしなかったら、これ自分でセンドレシーブで書かないといけないんですけど、この関数を呼ぶことで、一行でこういうことができる。で一つちょっと紹介しておく機能で、まあ、面白いのが、まずこれなんかデータベースの検索みたいな処理なんですけど、MPI ダブルプレシジョンと MPI マックスロックっていうのを指定した場合、どうなるか。で、これは、まあ、こういうような2つのデータがあって、これが、まあ、P1 が i ルートだとすると、MPI マックスロックを取るとどうなるか。答えは、これは、
こいつが出てくるんですね。でやってることは、1行目を見て一番大きい値を、2つ取り出しているということで、まあ、検索っぽい処理が一文で書けると。で、まあ、これ何に使えるんだかっていろんなのに使える可能性があるんですが、一つ、まあ、数値計算で、よく使う処理は LU 分解っていう処理 あのピボット選択っていうのがあって、あのまあ、一番、まあ、大きい要素を、行を取ってくるっていう処理がこれで書けますので、まあ、それに使うことができるという意味では、この機能は、まあ、一個使えるの。まあ、その他にも使えると思うんですけど、こういう機能も入っています。であとは、オールデュース、オールがついた結果をすべてのプロセスに所有させるものは、こうなっていて、先ほどのようにあのルートがないんですね。どれかに押し込む先がないだけで、あとは全部一緒です。なので、これも、まあ説明は省略しますけど、まあ、非常に簡単に使えて、なんかオペレーションして、最後ここに放送が入って、こういうふうに一括して、答えを得ることができる。で当然、あと性能のことを言いますと、これあの、オールデュースが便利なので、オールデュースを使いがちなんですが、最後にブロードキャストが入っているので、当然性能悪くなります。リデュースに対して。なので、注意は、まあ、できることならオールデュースは使わない。使わなくてリデュースだけでプログラミングするというのが重要なところになりますから、これは当たり前のことなんですけど、何も考えないと、オールデュース書きがちなんで、ここで言っておきますと、ありますので注意してください。あとですね、まあ、比較的よく使う処理で、ギャザーとスキャッターというのがあって、まあ、例えば行列の展示とかに使えるんですけども、ある分散されて、これプロセスがだとすると、分散されているプロセスにある、メッセージを1個のプロセスにこう集めてくる。まあ、ただし、これは、同じ大きさですね。サイズが333とかいうのを集めてくる処理に1行書くとこれができる。あと逆にあるプロセスが持っているのを、分散させると。いうことができるのはスキャッターというものがあります。で、ここでですね、実際のアプリケーションでは、この同じサイズで集めるというのは結構できにくいので、まあ、各プロセスごとにバラバラのサイズで集めたい場合はどうするのかというと、まあ、これもあって、MPI Gather V とか、MPI スキャッター V というのを使ってください。そうするとできます。まあ、ただし、性能はあまり良くないかもしれません。あの同じサイズを集める。あの内部の実装がやりにくいので、というところはあります。でこれも使い方はこう、まあ、あればいいんですが、一つ注意するところは、このサイズですね、各バッファのサイズを書くところがちょっとこれ分かりにくい仕様になっているので、ここでちょっと注意をすると、まあ、例えばこれ333、111ってサイズを集めて3っていうサイズにするときに、それぞれの行列をどういうサイズで指定するかというのは、使うときに皆さん困ります。すなわち1のサイズを書くのか、集め合った先の3のサイズを書くのかっていうのに、困るんですが、答えは、これ1という分散されたサイズを、書かないといけないですね。集めて3になるのにかかわらず 1っていうサイズを書かなくちゃいけなくて、それを間違えると実行時にエラーになりますから注意してください。まあ、エラーになって分かるっていうメリットはあるんですけど、ちょっと、まあ、その仕様的になんかちょっと直感と違う仕様になっているというところが注意するところです。でこれも、ギャザーするとこういう分散されたデータがあんたこういうふうに集まるんで、まあ、こういう処理を一気にかけるのが嬉しいところで、スキャッターは逆に、このさっきのスキャッターもですね、あの分散された値を書かないとダメですから、これも注意するんですけども、まあ、こういうふうに分散、1個の大きい値をこう均等に割ることができる。まあ、こういう処理があって、まあ、大体これぐらい知っていれば、できるんですが、実際こう起動するときはどうするのかっていうと、MPI の起動の話なんですが、まあ、当然 MPI をコンパイルできるコンパイラーがあって、それをあの使って、まあ、A 点アウトみたいなのを作らない。これはスーパーコンピューターを使うと普通は、やり方も変えたりし、特に気にせずに使います。あと、起動のコマンドはですね、まあ、あの普通、まあ、PC クラスターとか使うときは、MPI ランってコマンドを使って、実際に実行したいプロセス数、これだと8プロセスを自分で指定して、A 点アウトとかで起動するんですが、まあ、スーパーコンピューターはバッチジョブシステムになっているので、これは実は NP8 とかは専用の、まあジョブの、スクリプトで書くことがあって、まあ、MPI ラン8アウトだけでも動くことがあります。これはあのスパコンによって違うんで、これあのスパコンセンターの、各仕様を見てもらうのがいいんですけど、まあ、原則こういう形で、まあ、起動させるということになります。ただ MPI ランをやった瞬間にこういうふうに8アウトがコピーされて動くんで、これはまだコピー、プログラムと等価なんで、1個のプログラムが
まあ、この段階でコピーされて動くというモデルになっているのが分かります。じゃあ、あと、残り時間で、実際のプログラムの一例で、見てみますと、これいわゆるハローワールドの、並列版のハローパラレルワールドってやつなんですけど、実際の MPI のプログラムですが、で上から見ていきますと、これちょっとまあ見ていくにしてもこの辺でうっと思うんですね。インとマイ ID になっていてどういう扱いかと。でさっき説明したようにこれコピーされて動きますから、4並列の場合だったらマイ ID しか書いてないんだけども、異なるマイ ID が4つ起動時にできる。4並列の場合はですね、1万並列の場合1万個マイ ID ができるというふうに見てください。そうしていくと、ここでまあ初期化する。でここで MyID で、自分のランクを取得する。MyID しか書いてないんだけど、中は0から3まで異なるような MyID が入ると。で、MPI コムサイズで、これは全体のプロセス、例えば4が入ると。で、ここで、まあ、表示文が入る。なので、今4並列の場合は、ここに1個しか書いてないんだけど、Hello Parallel World っていうのが4つ表示されるなっていうのが分かると。で、終わりの部分に MyID があるんで、これも0から3までぶつからない数字が、まあ、出るんだろうなというのが分かって終わりと。まあ、これ非常に簡単なんですけど、MPI のプログラムの流れを、出しているものになります。で、何度も説明しますけど、ここに、MyID しか書いてないんですけど、起動時にコピーされて動くんで、変数は4つあって、MPI のコムランクのところで指定される MyID は、中身が異なるものが入ると。これが分かれば、まあ、あのプログラムは分かったという感じですけど、これを確認してで、フォトランもこれは、使い方一緒なんでやりますけど、あの、音はしますけども、まあ、こんな形の、まあ、結果が出ますね。で、注意はですね、0、1、2、3ってきれいに出ません。で、バラバラに出ます。理由は、あの、MPI のプログラム、これ同期してないですね。各行。なので、まあ、このプリント文に入ったタイミングで、まあ、出ると。もっと言うと、プリント文が、まあ、出力用の、まあ、バッファとかそういうところに書き込んだタイミングで、出るので実際の、時系列通りに出ているとも限らないんですけども、まあ、こういうようなものが出ます。では4並列の場合で4つ出ますから、1000並列なら1000個出ますね。だから、あまり大きな並列システムでプリントするとすごいことになるというのはここで分かると思いますけど、まあ、これはこういう仕様です。で、あとですね、まあ、ちょっと、ここはアルゴリズムの話をして、まあ、5分ぐらいで終わりようと思いますけども、この MPI オールジンスで書けるところで、プロセス間の足し込みって非常に基本的な処理があるんですね。それを、おそらく最初にプログラミングすると、こういうことになるっていう例なんですけども、これ何言ってるかっていうと、これ図で見れた方がいい、簡単なんで。4つの CP、あのプロセスで、持ってる自分のデータを加算するときにですね、まあ、素直に、素朴に書いてしまうと、0番が1番に送って足し込んで、2番に送って足し込んでっていうふうにしますね。これはバケツリレーみたいにデータをどんどん足し込む。で、このプログラム同格化なんですけど、実はこれこんな形で書けてしまう。これもちょっとまあ読める人はいると思うんで簡単に説明しますと、まあ、上から入っていって、これ MyID っていうのはまあ何でもいいんですけど自分のデータが入っていって、DLS バッハっていうのはこれはあの中間結果を出し込む、変数で、で if 文があって、自分が0番でなければ、ここに入る。だから0番だけこの if 文をすり抜けるんです。それ以外はここに入ってレシーブする、データの受信を待ちますよと。で、MPI レシーブが呼ばれたときに、相手が来るまでここで止まってますから、0番以外はここで止まっていると。で、受け取るのは自分の ID-1 番だから、1番は0番から来るまで待っているという状況になります。で、0番だけ抜けて、自分結果を出して、ここでは、最後のプロセスですね。まあ、4並列の場合で3番以外だったら、ここは抜けるんですけど、ここに入るんですけども、だから0番がここに来て、まあ、結果的に隣に送る1番に送って終わるという形で、見て分かりますように0番がトリガーになって1番に送ると1番がまた起動して出し込んでって形で、さっきのこのこれがこのプログラムだけ出てしまっているわけですね。でこれは分かる人はもう MPI 分かっていますけど、これが分からない人はもうちょっと、いろいろ考える必要がありますが、まあこういうプログラムで、まあ、プログラムが実はできます。でこれがいいのかというと全然実は良くなくて、まあ、分かりますよね。逐次に送ってるからこれはダメだろうって話です。1万個あったら1万個バケツリレーしますから。で、
このプログラムをもっと改良する方法はあって、まあ、要は並列に足し込む方法なんですけど、まあ、ここにちょっと例を出しますと、二分岐通信方式っていう方法で、まあ足し込むというのが普通実装されている方法です。で、これはどういうふうにやるかというと、例えば8並列の場合、046のプロセスが1357に同時に送ります。で、足し込んで、次は1の3と537を同時に送って足し込んで、最後は3と7に送るというような形で、こう2次元の機の状態に足し込むと、この横の段数のところに、並列性があるわけですね。送るのと足し込む並列性があって、先ほどのバケツ事業よりまともなコードになると。要するに並列化が効いたコードになると。で、これ実装の方法をちょっと飛ばしますけど、これはまあ送る相手をビット操作みたいな形で決めて送るんですけども、まあ考え方として重要なのは、バケツ事業を書いてしまうと、まあ送り方が、まあプロセス1回の蓄積性があってしまうのに対して、こういう二次元ツリーで送ると、並列性が抽出できるんで、まあ、ログ2の、回の、並列性があるというふうになります。なので、1024回ぐらいでも1023対10の、コストになって、二次元ツリーの方が早いようになります。まあ、ただし、これ実は面白いのは、必ずしも二次元通信方式が全ての並列のデータで速くなるとも限らないんですね。まあ、理由は4並列とかぐらいの方が実はバケツリーで送った方が早いとか、あとメッセージのサイズにもよります。だから1個のメッセージを送るのか、1ギガぐらい毎個送るのかで全然違っていて、あまり大きいサイズを送ったりすると、もうネットワーク上が混みまくっちゃって、同時に送るとダメになって遅くなるってこともあるので、いろんな状況でどちらが早いかっていうのは変わったりすると。まあ、これも一応実際やってみると、並列処理の現状が分かって面白い例なので、ここで紹介しているということになります。で、あと最後、まあ、5分ぐらいなんですが、まあ、いろいろこれ話題あるんですけど、一つこれもですね、よく質問が来るところで、あらかじめ言ってきますと、MPI のプロセスと実際のノードとの割り当てってどうなってるのかっていうと、仕様的には MPI っていうのはマシンファイルっていうので、ノードと、プロセスの割り当てを書くんですが、スパコン環境ではこれが書けないようになることが多くて、これはバッチ上もシステム自体が、まあ、自動で行うっていうふうに普通になってで、バッチジョブシステムが自動で行う場合に、通信網の形状を考慮して、かつですね、ユーザーそれぞれにある通信パターンを考慮して、最適に MPI プロセスが、まあ、物理ノードに割り当てるという保証はありません。というのは分からないんで、通信パターンは言う。で、最悪下手すると、通信がショートしまくって遅い割り当てになって実行されることがあります。そこで、ユーザーがまあ、ネットワーク形状を指定して、実行できるシステムというのもあるんですが、例えば FX10 というのは、2次元形状、3次元形状で、割り当てるということができます。また、研究レベルでは最適に、割り当てをするツールというのもあったりするんですが、これ一般的な、コメントからすると、スパコンセンターの運用の都合等で、ユーザーがノードの形状を常に取れるとは分からないですね。理由はあって、3次元形状を取りたいんだったら3日かかりますよとかで嫌ですから、そんなどんな形状でもとりあえず動かしてくれっていう話もあるのと、あと、まあ、FX10 で言ったら1等振って単位内には、まあ、ジョブを入れないのが前提ですけど、スパコンセンターの要望としては1等振の中にもいろんなジョブ入れたいんですね、稼働率上げ。そうなってくると全然ネットワーク形状が最適化されて割り当てる保証はありません。だからその時にユーザーが取れる手段としては、まあ、なるべく通信を減らす、もしくは実行時にまあ、なんか通信を最適化する仕組みっていうのが、まあ、研究レベルであるんですけど、まあ、そういうようなことをやっていくしかないことも事実上考えられるので、まあ、一時まあアルゴリズムの工夫っていうのは当然通信をそんなにしないとか、わざと通信をずらすとか、そういうような工夫して早くする可能性があったりするので、まあ、通信を最適化したい場合は実際こういうことをやっていかないといけないことがあるというのはここで一例として挙げました。で、大体時間になりましたので終わりますと、まあ、参考文献としては、まあ、いろいろあるんですが、おすすめは、今、リストにいる青山さんの本で、これはよく、フォートランで、紹介されているものです。ので、まあ、実際もっといろんな、経験を積む、この本、資料を読んでいただくと非常にいいと思います。あと、問題としては、教科書の問題でサンプルプログラムってあるんですけど、これが、まあ、使うと、今、話したような、サンプルも実際ありますので、演習とかにはできますし、まあ、あと レポート課題、教科書もありますけど、こういうような課題やっていただくと、実際、まあ、体験できると思います。はい、大体10分前です。これで、終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。